オーディションの例。ニューヨークのまた駅などでパフォーマンスすることを許される。アーティスト60人を選ぶためのオーディション。ミュージックアンダーニューヨーク。左側が応募してきたパフォーマーグループ。右側が審査員たち。東京都でもオーディションによって、ヘブンアーティストというライセンス、都立公園など指定された公共の場所でパフォーマンスを行えるライセンスを与えている。そのオーディションには、 東京都知事も審査員として参加する。オーディションとは、特定の作品の役や役割を担当するのに、ふさわしい俳優、歌手、ダンサーなどを選ぶために、その候補者たちに実際に何らかの短いパフォーマンスや、デモンストレーションを行わせて、適性や能力を判断するためのインタビュー。劇、オペラ、等々等々の作品の上演の前に、まず出演者を決めるために、 プロデューサーや演出家などが出演を志望する俳優などの技量や適性を判断するための審査会。実際に短時間演技させたり歌わせたり踊らせるなどして特定の作品あるいは何らかの役割などに適した俳優、歌手、ダンサーなどを選ぶ場。ケンブリッジ・ディクショナリーでもこの意味の解説が真っ先に挙げられているように特定の作品の上演予定や 制作予定がまず最初に決まっていて、その作品に適した俳優、ダンサー、歌手などを選ぶオーディションが基本である。通常は非公開で行われる。それ以外に近年では小ビジネスのスターの卵を見つけるために行われるものもある。こちらはメディアを巻き込んでおいて人々の注目を集めることで後のビジネス展開をしやすくすることも計算に入れているので、 しばしば、公開オーディションの形をとる。テレビ局としてはその場の視聴率を稼いで、テレビ番組として成立させることの方がむしろ、主目的になっている、オーディション番組というものもある。もともとオーディションをオーディションという英語は、語源をたどれば、ラテン語のアウジレという動詞の名詞型アウジチオであり、つまり聞くこと、という意味の名詞である。俳優といっても、分野ごとに、 オーディションもそれなりに異なっている。オーディションではモノローグが使われることが一般的。映画やテレビドラマの制作は産業として確立しているので、オーディションのスタイルもそれなりに確立している。配役監督や監督やプロデューサーなどが審査を行う。オーディションではモノローグが使われることが一般的である。特定の映画作品の場合、 例えば、制作する予定の作品の設計図にあたる脚本が、まずあり、その脚本の中から、その俳優が応募している役柄が喋る予定になっているセリフ、その役の特徴がよく集約されているセリフを数行を抜き出すなどしたものなどが与えられ、ほんの短時間、例えば十数秒から一分など、特定の役柄を演ずる。審査員の方は、応募者の発声法。 役の理解の仕方、外見的印象等々が、その作品及び役柄に適しているか、そうでないかを、その短時間で判断する。例えば、映画の中で、たびたび怪物に遭遇して何度も何度も驚き、絶叫するヒロインの役のオーディションなら、応募者に数行のセリフと、例えば、怪物を見た、ヒロイン、絶叫するなどというと書きが与えられ、 短時間で絶叫する演技を審査員の前で見せる。例えば議員の役のオーディションなら議員のセリフ、傲慢なビジネスマンの役なら傲慢そうなビジネスマンのセリフがほんの数行程度与えられて、与えられた数十秒などの時間でその演技を審査員に見せる。審査員の方は多数の応募者たちが次から次へと目の前にやってきては同一の設定で演技するのを聞き、見て、 誰が自分たちが制作する予定の作品のその役柄に一番適していたかを判断する。ミュージカルの場合、世界的に標準となっているのは、その作品の中の16小節を2つ、対照的な2つが提示され、それを歌う。また1分ほどのモノローグも与えられる。そして顔写真をつけた経歴書も提出する。世界的に見て標準的なやり方としては、 ミュージカルのオーディションは2段階になっており、応募者の側としては大抵最初から特定の役を得るためにオーディションを受けているわけではあるが、まずは1回目のオーディションを受け、それに通るとコールバックという2段階目に入り、そこで特定の役に適しているかどうかの審査を受けることになる。1 9五十年代から1 9六十年代にかけて日本の映画会社が俳優を囲い込んでいて、 専属状態になる契約を強制的に結ばせ、自社以外の映画に出演させないようにしていた。東方、日活が定期的に自社専属の俳優をオーディションで選んでいた。最近ではそのようにはなっておらず、しばしば作品一つ一つに関してオーディションが行われている。日本では2000年代以降はインターネット技術の発達により新たなオーディションの形態として、 ショールームやミクチャ等の配信アプリを活用して公開で行われるものも増えてきている。劇団のうち大きな劇団では作品ごとに出演者のオーディションを行うことがある。劇団式では一つ一つの作品ごとに毎年厳しい劇団内オーディションを行っている。在籍年数が長かろうが短かろうが特別扱いはされない。一つの役に 多数の俳優が応募し、特定の役を的確に把握しているか、役柄のイメージに合致しているかなどの厳しい審査が行われ、多数の中から寄り抜きで選ばれる。たとえオーディションで選ばれたとしても、出演がずっと保証されているわけではなく、何か考え違いをしている、手抜きをしている、などと判断されれば、翌日から出演停止にされ、 予備軍で出演を待ち望んでいる俳優の誰かが出演者になってしまう。ありがとうございます。